カラオケ混合の人前広子だ ね、始まりました。そんなこと言ってる場合じゃない。今日はなんでなんで素人コーナー復活だ。あ、嬉しい。だからね、はい、森ちゃん、ちょっと僕らね、ちょっと練馬行ってくるからね、待ってるから、はい、ね、じゃあ後で頼みます。ここは、はい、じゃあ今日広子ちゃん、せーの、それよし。おお、どうしたの、ひろこちゃん。ここ、私、ひろこ、前ひろこ、私よ、私。どうしたのその学校。あのね、飛び越えてくる間に白くなっちゃったの。金髪になっちゃったの。金髪になっちゃったの。おばちゃんになっちゃったの。おばちゃん、おばちゃんじゃないか。美しくなったって言ってよ。あ、どこ飛んできたの。え、空飛んできたんでしょ、私たち。フランスまで行ってきたの。イエス、イエス、イエスは。ウィーでしょ。ウィー。なんだ俺が知らなきゃいけないの。ウィー。ボンジュー。ボンジュー。おお。フランスから来たんだ。そう、ねえねえねえ、本郷さん。私さ、ここの場所初めてなんですけど、ちょっと広くていいところじゃないですか。ここはピョンチャ。ピョンチャ。ピョンチャ。嘘だ。いやいやいや、フランスから来てんでしょ。だから俺もね、ピョンチャン周りで来たの。ピョンチャン周りでもね、さっきね、電子バスに練馬って書いてあるいや、そうとも言うの。あ、そうとも言うの。ピョンチャンにもね、練馬って書いてあるんですね。わかりました。ピョンチャン。それでね、はい、今日はね、素敵な3人の方が、はい、素人のね、はい、素人ってもね、はい、本当にね、プロの人より前、はっきり言って楽しみですね。うん、その人がね、はい、この素人のカラオケをね、復活させようと思って、はい、今日はね、来てくださったんですよね、うん、ここはね、はい、僕の店なんだよ。あ、前の店からここに移ってきたんですね。そう、火事になっちゃったの。あら、残念。そうなんですね。それで新しくね、はい、今ここでね、やってるんですよ、ね、はい、広くてね、はい、いいところですね。とってもいいところでしょ。はい、ね、私も今度は遊びに来てもいいですか。あなた歌わなくていい。そうですか、わかりました。あ、ボンジュー、ボンジュー。それでは、一人のね、はい、方を呼びましょう。はい、はい、鎌田貴美子さんです。貴美ちゃん、はい、どうぞ。では一人目のお客様、こんにちは。あ、こんにちは。鎌田貴美子さんです。今日1曲目、北条美紀さんの母と、2曲目、ケイウンスクさんの私にはあなただけを歌っていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ。Love.
ビルタダルクの歌、知ってるこの歌、これね、はい、なんか俺も知ってるみたいだね。 そうですね、あのね、ケン・ウスクさんって有名な方いたでしょ。今韓国帰ってますけどね、はい、彼女のね、実は韓国のデビュー曲、はい、そうなんです、ね、大ヒットしたのこれ、ね、そうなんですか、ええ、だからあのね、本当は韓国語ではね、はい、内言単身バッケっていう、あのタイトルなの。日本ではあなたが私だけって言うんだっけ、ね、そうですね、はい、はい、でもうまいですね。ね、あのね、味があってね、すごくリズム感が良くて、うん、ね、今日はあのどっから行って来ていただきました。イリスの方から、埼玉の、あ、韓国じゃなくて、うん、じゃなくて、あ、なるほど、うん、猫は川越なんですけどね、カブサミだ。どうもありがとうございました。どうも素敵な歌ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。どうだい、おちゃん。素晴らしいですね。え、素晴らしい。何、あんたフランスですけどね。ボンジュー。これが始まった。また始まった。ボンジューしかわかんないですよね。ボンジュー知ってますよ、あんた。じゃあ、私はそれしか知らないの。あのね、あのね、僕もね、ほら、フランスはもう2回行ってるから。そうなんです。それでね、アメリカ行くとさ、エクスキューズミーって言うじゃない。シュブルプレイって言う。シュブルプレイ、シュブルプレイ言ってごらん。シビレプレイ。シビレプレイじゃない。シュブルプレイって言うの。シュブルプレイ。はい。この次はね、男性で素晴らしいお歌が、実はね、僕のね、生徒なの。でもね、はっきり言って、ここだけの話だけど、教えることないんだよ。ね、お上手ですもんね。上手すぎて。そうですよ。ね、民謡ご出身。同じようなね、カツラをかぶってきますから。高橋耕作さん、どうぞ。
ポテト。うまいね。いえ。もういつもね、僕ら顔合わせてるの。はい、もうね、練習しに来るから。でも教えることないのよ。ねえ、教えますもんね。ただね、はい、ちょっと抜くとこがあるの。うますぎて。あのね、あの歌をね、飲んじゃうとこがあるのね。もったいない。それは一キロしたから。ね、なるべくこう表へ出した方がいい。でもうまい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、どうぞ。はい。どうも。はい。うまいだろう。民謡出身でございますもんね。ねえ。基礎ができてますからね。素晴らしいですね。いやいや、あの一生懸命俺たちが喋ってね、一生懸命相槌打ってるのに黙ってたね。でも一生懸命なんですよ、何をするそうするだけ真面目なのよ。真面目なんですよ。俺たちは真面目じゃないの。いや、私は真面目ですよ。なんで私はって。いや、本郷先生は分かりませんわかりませんが、私は真面目でございます。私はね、真面目だよ、はい、フランスの方にそんなこと言われたくない。ちょっと待ってください、はい、あの今から辞書引いて真面目な意味を調べ直します。私じゃあ次ね、はい、なんと今歌った高橋さんの奥さん、高橋恵子さん、ちょっと変わってんねこの人は。いや、この方も真面目なんですよ。本当に。はい、真面目でございます。なんか今日はね、いろいろね、うん、歌いながらね、思考を凝らして、なんかね、うん、あの思考を凝らしてお芝居やるの。素晴らしいじゃないですか。だからね、うん、今日は着物で来るんだけど、うん、着物も帯を全部取っちゃってだらりのやるられる。楽しみですね。ねえ、どうぞ高橋さん。どうぞ。こんにちは。はい、どうぞ。あ、こんにちは。どうぞ。まあ、帯がほら落っこちそうでしょ。後ろちょっと拭いて後ろ。はい。はい。ほらほら、これなんていうか知ってる？ひろこちゃん。だらりの帯。よく知ってんじゃない。さっき言ってましたよ、その時そうそう、はい、ね、宇宙から来ました、高橋恵子です。宇宙人です。宇宙人なの。宇宙人なんです。あのね、昨日俺ちょうどね、はい、山本ジョージのね、はい、ちょっとあのラジオ聞いてたの、はい、したらあの人宇宙人に会ったことあるのよ、はい、だから俺言ってやろ今度、俺も今日宇宙人に会ったよっつって。私しょっちゅう会ってます、宇宙人それじゃあちょっと聞いてみて、はい、僕ちょっと用意しとくから。はい、わかりました、はい、今日は1曲目は何を、あ、1曲目っていうか今日1曲歌ってくださるんですよね。はい、あのこれはね、はい、あの日本歴史上、はい、とっても悲しい、あの日本国の犠牲になった、はい、お吉っていう女性がいるんですが、はい、まあ入水自殺なさって、そういう悲しいね、実際にあった歴史上のお吉っていう方の悲しい、本当に悲しい物語です。はい、もう歌う頃はもうアルコール中毒になってまして、もうガタガタで身も心もボロボロで、もう死ぬ寸前の歌でございます、はい、ではよろしくお願いします。
ぎの山が崩れてもこのお父を話すのかと言った。あれは嘘だったのかい。ああ、こんな悲しい筋書きを誰が書いたんだい。夢さ、夢に決まってるよ。お酒よ、入水自殺。だから入水自殺するのには裸にならないと。別に自殺するのに裸になる必要もないけど。いやいや、あのお吉はそのくらいもうアルコール中毒で頭がいかれてましたので、着物の着方もわからない。じゃあ、あの恵子ちゃんは今頭がいかれてるのね。いやいやいや、あの先生それは違います。あ、違う。私自身は、うん、頭はいかれてませんけど、お吉さんになって今歌ってるわけですから。だから今お吉さんになりきっちゃったでしょ。お吉になりきってるから。だから今はあの着物を脱いで、そうそうそう、今脱がなくていい。いやいや、抜きます。抜きます。これ全部抜きます。全部抜きます。あの脱がっていただいて、あの亡くなったお吉さんに、うん、本当に私は日本国のために、はい、お吉さん、あなたはよく犠牲になって頑張っていただいたと、うん、私はお吉さんに感謝を申し上げます。
なるほど。さっきもう本当にね、もう岸さんが乗り移ってましたから、恵子さんにね。でしょ、だから今、ちょっと気が狂ってっから。いや、今は、歌い、あの先生、今は歌い終わったので、あ、終わったから、先生だった。高橋恵子です。わかりました、はいはい。お吉に、歌う時は、お吉になりきって。いや、これはもういらないね。なんですか、それ。いや、俺、みだらだから、ちょっと、あの、今、こうやって、あの、いいです、これいいんです、はい、わかりました、これでいいんです、はい、どうもありがとうございました、どうもありがとうございました、はい、どうもこれ恥ずかしいところ、いいです、あの本当の現物のお吉さんを演じたいと思いましたので、はい、本当に申し訳ありませんでした、はい、はい、はい、いやー参ったね、ねえ、もうお見事でしたね、あのね、はい、俺はね今日ね、うん、3人の不素人の方出ていただいたけど、セミプロだね、みんな。そうですよ、もう ね顔だけですよね、あのね、はい、最後の恵子ちゃんもね、はい、旦那さんのね、はい、耕作さんも、はい、あの真面目だね、そうなんです、とりあえずあの、うん、僕の生徒なんです、2人ともね、うん、でも先生は、うん、あの不真面目なのに生徒さん皆さん真面目ですよね、なんで俺が不真面目、あのね、はい、最初のいいでしょ2曲歌っていただいた、はい、ね、きみこさんね、きみこさん、鎌田きみこさん、とってもね赤綺麗な声でね、そうでもありがとうございましたね、ですよ、ああ人柄が良くてね、でもね、はい、あの今日は本当にいろいろ勉強させられました、僕も本当に私も勉強になりました、はい、お酒が欲しいよねそれはいつもです、じゃあスタジオ帰ろうか、そうです、ね、そこではお酒飲もう、そうですね、ね、僕は飲めないけど私も飲めない、じゃあ今度今上に飛んできたから今度下行くよ、潜りましょうかね、はい、それでは行きましょう、はい、フランスからでしょ、フランスからじゃないよ、ボンジュー、ボンジュー、せーの、いいでしょ、いや、戻ってきましたよ、あれなんか臭い、どうしたのね、頭、あ、これね、フランスにちょっと経由してきたら、ひろこちゃん、はい、だからね、俺決まっちゃったのよ、何、あのほら、練馬からこっち来るときね、はい、おならでしちゃった、言わなきゃ分かんない、分かんない、本当、はい、いや、そうかさ、でもよかったね、あ、はい、もうまた、まあ、フランス途中で別れちゃったから、そうなの、また ね出会えてよかったわ、ここで、あ、本当に、はい、森ちゃん、すいませんでした、はい、大成功、大成功、ね、でもね、失敗したんだよ、俺、慌てちゃってさ、なんか急に脱ぎ出す人がいたからね、俺ちゃんと見えないようにちゃんとガードしたからね、でもね、今日はね、はい、国際的に行こう、そうですね、じゃあね、ゲスト、はい、呼びましょう、アイスミサさん、お願いします、ミサ、はい、ちゃん、ようこそ、お久しぶりです、あのね、ひろこちゃんね、はい、今日たった今ね、はい、フランスから帰ってきたの、あ、そうです、フランス周りで、あの練馬まで行って、練馬からまたフランス周りでこの香りがする、うん、香りが、そうでしょ、では今日はね、フランスの人ね、はい、フランス帰り、はい、フィンランド帰り、ちょっと、はい、じゃあフィンランド聞こうよ、そうです ね、はい、じゃあお願いします、はい、それでは、はい、よろしく、よろしくお願いします、では力いっぱい手拍子で明るく頑張れ日本世界の輪、よろしくお願いします、戦をしないで平和に育ってハッピーハッピーしてるこの世は仮住まい、ただいま地球に居候、平和一番
爆睡爆使えば終わりさ、クレイジークレイジー、ここまで来たなら封印しなきゃ、遅延遅延症者はいない、歯医者の多い地球はゴースト、死の星にいつかは滅び、宇宙の定め、優しくなろう、逆らって進化ゲームはそろそろ終わり、力合わせて白黒黄色、気持ちよく歌わせていただきました。はい、はい、続いての曲は、はい、ジプシーチェリー。チェリー、行ってみましょう。はい、はいはい、よろしくお願いいたします。私の父はフィンランド、母は日本の方でした。第二次世界大戦前の話です。戦争が終わって8歳と2ヶ月で日本に来ました。それからずーっと一人で踏ん張ってます。よろしくお願いいたします。さすらいジプシー。乙女の頃、夢見て笑われて、恋して泣かされて、大人になる頃、いっぱし苦労に当てにゃしないさ、負けないさ、孤独に咲いたジプシーチェリー、それでもやっぱり
場所を捨てて心の旅花よ星何をも鳥よ虫よ楽しいかどうして生きるのか考えたことあるか人は生まれ人は愛しそれでおさらばけせらせら素晴らしいね。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ね、今日はね、ちょっと時間がないもんだからね、あんまり喋りませんけどね、はい、またよろしくね。ありがとうございました。ありがとうございます。森ちゃん、素晴らしいじゃないの。はい、はい、次はね、あの、先月、はい、ちょっとね、きょんちゃん行ってたみたい。あ、うん、そうですか。そうなの。で、雪をね、雪寒くってね、風邪ひいて帰ってきたらしいわ。ひかるくん、はい、ひかるちゃん。はい。はい、若手のホープ。はい、はい、もうあいいですか、すいません、ありがとうございます。ね、どこ行ってきたの。いやいやいや、ピョンチャン行けたらよかったですけどね、秋田の方に。ああ、えらい違うじゃん、秋田とピョンチャンじゃ。雪をまとって帰ってきましたけども。それじゃね、はい、早速、はい、光くんの歌、はい、ちょっと元気よく、はい、ね、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、本日、まずこの曲からお願いします。彼女を乗せて走るよハイウェイ、マラツの恋の季節さ、ハンドル握りしめてキス、若い俺たちのロマン、恋のカーニバル、
げて陽気に陽気に渚は光り輝く真から夕日浴びてダンシング淡い俺たちのメモリー肩を寄せ合いすなり指で書いたよ I love you Come on, come on, come on パラダイスこっちへおいでよ Come on, come on, come on ました。恋のカーニバル、ありがとうございました。おなじみとはなりますけれども、もう一曲僕の、デビュー曲を聴いていただきたいと思います。君は綺麗なバラの花。もう一度いきます。君は綺麗なバラの花。知らず知らず
感じ、その瞳もいつの間にか俺を狂わす。愛のほどは燃やし、そして奪いたいよ。愛しているのさ、この世に一輪。ありがとうございました、お送りいたしました、一緒に使いますか、はい、大丈夫、あ、スイッチが入ってないかもしれないですね、ごめんなさい先生、うん、どうだった、いやいやいや、もういつもながら本当に、あ、本当、お邪魔してね、はい、ちょっと聞いたんだけど、はいはい、今年の6月新曲が出るんだって、そうなんですよ、もうすぐレコーディングだって、いいですか、タイトルなんていうの、宣伝してもいいですか、あ、いいよ、夜霧の空港、お、それから、かっこいいね、ムーンライトルージュ、あ、はい、どっちが推してるの、夜霧の空港、やっぱりちょっと大人っぽく、じゃあ今度ね、はい、あの来月あたりはそれを聞きたいね、ああ、ありがとうございます、ね、ぜひとも、はい、はいはい、どうもありがとうございました、失礼します、はい、はい、何よこれ、え、私よ、俺金髪どうした、あ、置いてきちゃった変身、今ね、今度お母さんになったので、あ、今度なんだ、歌うのもあの、はい、そうです、あ、例のやつ、例のやつ、あの、ルキングフォア、違います、あ、違うんだ、ママの宝物なんですよ、あ、そっか、マイハッピーですよ、はい、はい、じゃあ、マイハッピー、聴いてください、マイハッピーエブリデイ、太陽さんさんスマイル、皆さんキッズエンダーリン、本日も楽しいこと1,2,3探そうよ、朝起きていつもぐったり、化粧のり悪くがっかり、大変なの主婦って It's time to end your life、 旦那様8時すっきり、娘見送ってすっきり、ワクワクドラマタライム、で働く娘を覗いてそっと微笑んだ、時には不審者と言われても、家族の平和守るのだ、私はスーパーウーマン、スーパーか、思い出した、卵ない、おいえい、 My happy everyday、 幸せ晩餐スマイル、皆さんキッズエンダーリン、本日も晴天なり、心晴れ晴れよ、時々サボってざっかり、おいしいランチでがっつり、財布だけダイエット、主婦の黙り場はやっぱりストレス解消、さっぱりいろいろ話しちゃおう、この前ねママのご飯が一番よと褒めてくれた、あったものといえず複雑よ、笑顔だけを振っていたら知らない人でびっくり、そのまま両手上げ体操よ、オーイエーイ、オーイエーイ、マイハッピーエブリデイ、太陽
マイル皆さんキッズエンダーリン本日も楽しいこと1,2,3探そうよ My happy everyday 幸せ晩餐スマイル皆さんキッズエンダーリン本日も晴天なりとことん晴れ晴れよありがとうございました。続きまして、あら、終わったの？終わりましたよ。終わったの？終わりましたよ。あ、そこそこ、はい、まあ、まだやってんのかと思った。いやいや、終わりました。次のお客様は、はい、はい、チランのホタル。あ、森ちゃんね。森ちゃんです。ちょ、森ちゃんはね、ずっと待っててくれたからね、はい、今日、丁重にお迎えしよう。はい、はい、森ちゃんどうぞ。はい。お疲れ様でございました。はい。それでは森ちゃん、僕の大好きなチランのホタル。はい、チランのホタル。ね歌ってください。よろしくお願いします。忘れてならない人がいる。知覧陸軍特攻隊宮川三郎総員俺もお前も短い命明日はいずこの海の底どうせ散るなら買い遂げて蛍になって帰ってくるよ俺が来たなら甘酒くりゃれほほほたる恋ほほほたる恋優しく歌ってくだしゃんせそこくよ愛しき人よ命惜しむじゃなけれども役に立ててよおいらの命買い物だけに別れを告げりゃ涙をつるもなお生き高いほーほーほーたる恋ほーほーほーたる恋よくぞ来たねとほーめやんせほーほーほーたる恋ほーほーほーた
ル恋おいらのことを忘れるな本当に何回聴いても飽きないこの歌ね。ありがとうございます。特に僕自衛隊だからねよく起きる、ね、どうもありがとうございました、はいはいはい、それではね、今日は、大変忙しい一日でした。そうですね、あんた忙しすぎたよ、ね、フランス行ったりだから俺のお前歌がなくなっちゃったじゃないか。大丈夫大丈夫、 YouTube でちゃんと入りますから。え、 YouTube で、はい、ちゃんと入ってくれるのこれ。もちろんですよ。おかみさんと罰金取るよ。さよこも入れてくれるって。入んなかったら罰金取れるよ。2曲入れてくれますから大丈夫ですよ。それじゃね、じゃあ皆さん集まって今日はあれ行きましょう、はい、エンディングね。はいはい、はい、どうぞ皆さん、今日出演者の皆さんどうぞ。今日はね、はい、あの僕の歌時間がなかったけどね、生ではね、うん、あの聞いていただけませんでしたが、本当だよ、 YouTube では2曲入りますから。本当に2曲、はい、5、6曲入れてくれるはい、行こう。はい、じゃあ、エンディングテーマです、はい、男嫌いと女嫌い、 嫌い、はい、いや、はい、みさちゃん、僕ね、みさちゃん大好きなの知ってますね。私も大好きです。夕暮れにネオンの明かりが灯る頃、帰りたくない酔いどれ天使、ネオン明かりに誘われて心が燃えるキラキラと、恋する女と恋をする男、あ、違うな。だけど今夜だけ好みが合うね。女嫌いと男嫌いがドキドキするよな、恋をする。男と女は回り舞台さ。ごめんなさい、俺間違えた。ありがとう灯る頃、帰りたくない酔いどれ天使、一目惚れして恋をする。今夜はとても幸せ、愛する女と愛される男、だけど今夜だけ好みが合うね。女嫌いと男嫌いが所詮二人は酒の上、
男と女は回り舞台さ、恋する女と恋をする男だけど今夜だけ好みが合うね。泣きないと男嫌いがドキドキするよな恋をする。男と女は回り舞台さ、この番組どうもありがとうございました。この番組は映画ミラクルセブンエンジェルズ3匹のおばちゃんデカマジック制作委員会オーシャン5の提供でお送りいたしました。来月は4月19日でございます。お見逃しのないようにさよなら。